JT 日本タバコ産業のインターンシップに参加した埼玉大学の学生がメーカーの担当者とプログラムを振り返る座談会を開きました。インターンシップは今年8月から6回にわたり行われ、学生や大学院生合わせて15人が参加しました。座談会ではインターンシップに参加した代表者とメーカーの担当者がプログラムを振り返り、意見や感想を発表しました。タバコを吸う人と吸わない人が共存する理想の空間をテーマにしたプレゼンテーションで、学生たちはグリーンカーテンを施し、周囲の景観と一体感を持たせた空間を作ることで喫煙所を気づかせないようにすることや、自然の中に開放的な喫煙所を設置することなどを提案しました。これに対し社員は枠にとらわれない発想と評価しました。こうした経験について学生たちは、座学の授業では得られない体験ができた、視野が広がったなどと座談会で報告しました。時間配分だったり、役割分担といった主体的に取り組むっていう力をもとに、これからの就職活動だったりとか、あと自分自身の力にしていきたいなと思っています。